クーラーがつけられるようになったこと。この開放感、これ実は皆さん K の中なんですよ。クーラー、クーラーです。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。実はですね、今回 1,2,3,4 本ねダイレクトカーズさんの車両を紹介してきたんですけれども、今回はあのアマホですね、またね進化したってことなんで、いろいろ紹介していきたいと思います。モーターズ、はい、そしたらですね、あの前回もちょっとご登場いただいております村井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ちょっとハイエースの新車両紹介させてもらったんですけども、はい、今回なんとアマホ。そうですね、今まで1、2来ましたよね。はい、で今回3ですか。はい、そうです。おあれ以上進化するんですね。そうですね、後でご案内しますが、はい、もう1とか2の時にもすごくご要望が多かったパーツが乗っかっております。なるほどですね、はい、なので今回ちょっと進化した3、今日ですね公開してますけれども、まだジャパンキャンピングカーショーであと1日あるのかな、間に合いますんでね、もし興味湧いた方はね見に行ってもらえると嬉しいです。じゃあ早速今日1日どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしたら村井さん、はい、アマホ、まあ、1、2見てない方もいらっしゃるんで、はい、ちょっと簡単な特徴なんですが、ベース車はダイハツさんのハイ Z になりますね。ハイ Z、はい、トラックなんですか。そうですね、ベースはもう普通の軽トラです。ハイ Z の軽トラにキャブコンといいますか。そうですね、後ろ乗っけて、で一つの商品にさせてもらってますってことなんですね、はい、外装に関しては1、2もあまり変わりなくなんですよね。はい、おっしゃる通りですね、はい、じゃあちょっとねそのままずっと行きたいと思うんですけれども、はい、そしたら、まあ、変わってるのといえば、まあ、一応デモカーはそうですね、もうタイヤホイール変えさせてもらっております、はい、なのでちょっとオフロードっぽい感じの雰囲気が出て、はい、まあ、ホイールに関しては多分好みでいろいろ変えれたりするのかなと思いますが、はい、まあ、ちょっとね可愛らしい感じのがついてますね。本来トラックなんですけども、ここに箱をドンとつけたのがいわゆるキャブコンって言われるバージョンで、まあ、K のキャブコンってことですね、はい、扉があるので、まあ、ここから中に入るということなんですね、はいはい、でもこの辺のパネルも作ってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、下も下でねちゃんと見た目も良くなるようになってるかと思います、はい、パネルは作られてると、はいはい、で、まあ、窓があって後ろ側が作られてるというところですね、まあ、この辺ももう全部作ってますもんね、はいはい、であと外部充電があるんで、外部充電っていうのはオートキャンプ場とか行っていただいたら、あの外から電源を取れるっていうことですね、はい、そうです、はい、あとはまあ特徴的なのがね、やっぱり普通あまり軽キャンも見ないと思うんですけど、このバックドアでいいのかな。そうですね、はい、もう広く使える形で荷物出しでも楽かなと思いますけども。なるほどですね、はい、あとまあこういったカメラもついてますんで、まあまあここがない分後ろちょっと後方確認怖い方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ一応カメラもちゃんとついてますんでね、安全面もかなりちゃんとされているのかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ですので、まあ、外観の方はこれぐらいにして、あとはじゃあね皆さんやっぱ興味あるのは内装やと思いますんでね、内装の方ねちょっと見させてもらいたいと思います。モーターズ、はい、そしたら村井さん、はい、早速やっぱ皆さん気になるのは内装やと思うんですけど、はい、その前にこれあの扉なんですけど、はい、なんか鍵とかあるんですか。はい、鍵はちょうど真ん中のここが鍵になってるんで、閉じまりはこちらでやってもできます。ちゃんと閉じまりできるってことですね、はい、じゃあ早速中開けてもらっていいですか、はい、お願いします。じゃじゃーんとね、これ実は皆さん K の中なんですよ。これすごくないですか。ちょっとなんかあの男の秘密基地的なっていうコンセプトでうちを作ってるんで、はい、男性受けはしやすいんですけれども、はい、作り的には逆に目に入ったと思うんですけど、クーラーなんかもまああるんで、はい、使い勝手が良くなってるんで。なるほどですね、男性女性ともに問わず使ってもらえるようには気はしています。なるほどですね、はい、そうしましたらちょっとまあ1、2とまあ特徴あったと思うんですけど、3でまあなんか大きく変更されてる部分っていうのはどこになるんですかね。はい、はい、今申し上げたこのクーラーなんですけど、はい、クーラーは今まで1とか2でちょっとつけたり差し上げることができなかったんですが、はいはいはい、まずクーラーがつけられるようになったこと。おお、なるほど、はい、これは大きい、はい、かなり。あとは向こうのアッパーボックスですね。あ、なるほど、こ
こちらの用意ができたんで、はい、上部に収納スペースがやっと出来上がったこと。なるほどですね、はい、大体ここが一番大きなポイントかなと思います。ありがとうございます。なんか前回ね、僕のイメージはここ自転車を飾ったりとかしたんで、はい、この板がなんかこう跳ね上げのタイプやったと思うんですけど、そうですね、今度は本当に普通にシンプルにもうマットだけになってますね、はい、あ、はい、じゃあもうこれ常時こういうような形です。形になってるような感じなんですね、はい、ありがとうございます。まあそうしましたら1、2、3もね、もちろん継続して購入できるかと思いますんで、はい、まあ、使い勝手によって、まあ、ちょっと選べるようなおっしゃる通りですねパターンができたってとこですかね、はい、ありがとうございます。早速中入らさせてもらって使い勝手見させてもらってもいいですか。はい、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。モーター、はい、そしたらね、中ちょっと入らさせてもらいたいと思うんですけれども、どうぞ。こちらですね、扉開けるんですが、よっしゃ、はい、あ、でもこれちょっとやばいな、これ扉開けたら、はい、助手席のドア開かないんじゃないですか。大丈夫ですか。一応大丈夫です。一応これでもう開かない、当たらないようにはなっておりますので。絶妙すぎますね、これ。今皆さん、偶然じゃなくてですね。はい、そうです。ちゃんとそういう設計したんですね。なってますね、はい、よかったです。はい、はい、じゃあ早速ね、中入らさせてもらいたいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあちょっと失礼しますっていうとこでね。おー、あ、でも K でもこんな感じで、はい、僕全然大丈夫ですね。これいいじゃないですか。ありがとうございます。はい、これ一応もうベッドなんですよね。そうです、はい、これもベッドでいいんですよね。はい、ちょっとだけじゃあちょっと寝転がらさせてもらって、まあ、だいたい足が端っこに行った場合、あ、全然大丈夫です。手伸ばせるぐらいいけるんで十分寝れるんじゃないかなってとこですね。ありがとうございます。あとこれは乗車定員でいうと 1,2 と、あとはですね、ちょうど今お座りのところの下がですね、はい、シートベルトが入っているので、はい、あ、ここにしまわれてる、はい、あ、4人乗りで、はい、じゃあ 1,2,3,4 って横乗りで、はい、4人ですね、はい、一応4人は乗れるような形になってるかなってとこですね。あと、まあ先ほどおっしゃってたちょっと機能面だけちょっと、はい、説明させてもらうと、これがこれもクーラー、クーラーです、はい、なので、冷たい風だけのやつですね。はい、でこれも、まあダイレクトカーズさんのお得意 のサブバッテリーシステム、はい、組んでおります、はい、リチウムですよね、はい、はい、から、供給されてますんで、エンジンを切った状態でも使えるっていうとこですね、はい、これでも結構コンパクトに、そうですね、コンパクトでも小さくやっとかないと、まあ軽自動車ですので、はい、できる限り小さい形で、なおかつお客様に冷えるような形でご提供させてもらっております。なるほどですね。ハイエースの時とちょっと形が違うんですけど、なんか特徴があったりするの、はい、一番はやっぱり大きさになってくるかと思いますね。ハイエースのやつもちろん大きかったですか。もちろん大きいかなと思います。なるほど、はい、それをよりコンパクトにしたクーラーができたってことなんですね、はい、そうですね、はい、まあ、これでもあるだけでね全然違いますよね。そうですね、はい、室内がかなり快適に、はいはい、皆さんね、車中泊するとき基本エンジン切ってますんでね、はい、基本車のエアコンとか一切使えない状態でどうやって電化製品を使うかっていうので、ダイレクトカーズさんの方ではこういうサブバッテリーのシステムがかなりちゃんと組まれてるってとこですね、はい、ありがとうございます。サブバッテリーシステムはちなみにどの辺に組んでる、ちょうど今そちらにある左 の, そ の, そのベッドの下がシステム入ってます。こちらの方に組まれてるんですね、はい、はい、もしよかったら、はい、あ、ベリベリっと、あ、本当ですね、ここにバッテリーが組まれてるので、はい、まあ、ここの電気系を使ってエアコンを動かしたりとかできるということですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。モーターあとは、こちらの台というとなんですけど、まあシンクとなっております、はい。はい。こちらが、じゃあちょっとここを開けるとシンクになるのかな？お、なってますね。このシンクなんですけどね、もちろんこれノズル閉じたら、中に入れたら、この中でもちろん使えます。でこれすごいのがビューンって伸びて、ここでちょっと外でね、先に汚れたもんここで先に洗ってから車の中入れたい時とかはね、ここでこうやって使うのもねありなのかなと思います。これはちょっとね便利やな、2個使えますからね。でここにシンクがありますよと。あと今回はですね、はい、そちらの方に壁のところにですね、ここまあ、はい、そちらの引っ掛けを作ったんですけれども、あ、なるほど、右左につけることで、はい、一応ロッドホルダー的な形でも使えるかなと思います。釣り竿、はい、まああと、まあ、服とかもそうですね、ちょっとなんか乾かしたい文句とかあるんだったら渡してもいいですもんね、はい、あとは右手のアッパーボックスですね、はい、これ、はい、開けてもらって結構です。お、結構入りますね。これがまあ2つあるということですね、はい、この辺のレイアウトは前のアマホ1、2も一緒でしたね。
ほぼほぼ変わらないかなとは思います。なるほどですね、はい、あとこちらにあるのが、まあ、前のアマホ1、2もこれあったと思うんですけど、はいはい、そうですね、ちょっと見てない人に、もうこんな感じで、まあ、はい、じゃあここで料理しながら、ここでちょっと洗い物しながらっていうのもできると。おっしゃる通りですね。なるほど、まあ、はい、軽なんでね、もうとにかく少ないスペースで効率よく使えるようにというとこですね。はい、はい、そうです。ありがとうございます。あとはこの電装系の、はい、この辺はバッテリーとかになるんですかね。あれ、なんかこんなんありました。これ新しいですね。あ、そうそう、今までなかったです。あのリチウムの残量系になってますね。でこっちは普通の家庭用コンセントが使えるような。おっしゃる通りですね。コンセントがついてると、はい、そうです。これが USB ですね、はい、今スイッチオフなんですけど、オンにするとこう使えるような、これで使えますよっていう形です。もう家と変わらないですね。パソコンも使えますし、はい、お湯沸かしたりとかのもできますし、ます、はい、ね、料理するのやったら IH のちっちゃいやつとかでも動くのかな、ね、はい、はい、うわ、これもうほとんど家と変わらないですね。コンセントもあるんで冷蔵庫とかも使ってもらえるんじゃないかなと思いますので、はい、ですね、はい、でこれが FF ヒーター。そうですね、はい、FF ヒーターっていうのは、まあったかい風が出るんですけども、はい、仕組み的には車の燃料を使う形になりますね。あ、車の燃料を使って、はい、FF ヒーターっていうのを作動させられるので、はい、まあ、この辺もすごいいいのかなと思いますね。まあ、この辺はオプションですよね。はい、そうです、はい、オプションになってると。で、まあ、こっちの足元のところにもね、あの USB、 もちろんね、これ USB のコンセントと家庭用のコンセント使えるとこありますんで、この中で完結しちゃえるかなになるんじゃないかなと思います。全体的には、はい、はい、で窓もね結構ちゃんと開いてるんで、明るさとかも問題ないのかなと。あとこれ特徴的なあれですよね、網戸と。そうです、これ下から上げるんでしたっけ、はい、上と下両方が使えるようになってまして、これが、はい、あ、これでシェードー、はい、で、で上が網戸になってますね。おお、これはいい。これがまあ、右も左もついてるってことですね、はい、これ皆さん夏とかどうですかね。これ窓開けてもらって、まあ、虫入ってきちゃうと思うので、まあ、この時にこういうふうに網戸にしておいてもらったら風通しも良くて、はい、すごく使い勝手いいのかなと。結構これは気持ちいいです ね、 ですね、風がやっぱ入ってきたらね、はい、あとやっぱ村井さん、はい、で気になるのはこの上ですね。あ、はい、アマホはいつもこの上が気になるんで、やっぱ軽ってね、皆さんこうやっぱ立つっていうのはできないんですよ、基本的に。僕でもできないので、はい、やっぱこの上の部分が開放できるっていうのがアマホのすごい特徴なんで、ちょっと一回その展開やってもらっていいですか。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、そしたら村井さん、はい、やっぱアマホといえばそのポップアップ。そうですね、はい、屋根の上にゴーンってね開くところが特徴的なんですけれども、はいはい、ちょっとねその展開っていうのを見させてもらっていいですか。はい、かしこまりました。はい、お願いします。開けさせてもらいます。おお、この開放感すごい。今村井さん立ってももう全然余裕ですもんね。そうですね、はい、ここで下で座ってても、まあ、この上が空いてるだけで全然開放感もありますし、これ一応ちなみに就寝は、はい、まあ、ここで1名と。そうですね、下で1名と、はい、上でも寝れる。上でも全然余裕で寝れるんで、一応就寝2であっても、はい、多分3でもいけるんじゃないかと。なるほど、はい、設定上は2ですけど、まあ、3ぐらいはいけるかなってとこですかね、はい、ちなみにその上の板の部分ってなんか動いたりするんですかね。そうですね、一応これはベッドの床になってるんで、はいはいはい、まあ、どこを出してもらえればこういう感じに。折りたたみの一番マックスはじゃあそこまで。そうですね、なるほど、はい、まあ、屋根の方までバンクベッドみたいな感じになってるんで、はい、長さ的には結構取れてるかなって。まあ、こういう感じ、ね、そこまで行くんですね、はい、あ、全部閉じるとこまで行くんであれば、かなりじゃあ上の方はもう広く取れてるかなと思いますね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一回それをもう一回閉じていただいて、はい、でアマホ1、2の時もあったんですけども、その横のフォローみたいなのも取れたりとかもするんですよね、はい、そうですね、で今ちょっと網戸のあの設定になってるんですけども、はい、あれをもう完全に真っ暗に状態にすることもできますんで、はい、あの寝る時とかは全然真っ暗にしたい人はしてもらったり、あとちょっと冬とか寒い時は風が通らないように全閉することもできますんで、この辺もねいろんな展開ができて面白いんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。モーター、はい、そしたら村井さん今日どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ちょっと寒い中、僕だけ厚着してすみません。いえいえ、とんでもないですすいません。アマホ3ね、まあ1、2があって3、
でまたちょっとねいろいろお客さんの声を聞いて、まあ、改善された点があるんで、まあ、でもねワンツーもそのまま販売はされてらっしゃるんで、はい、まあ、いろいろ選べるラインナップが増えたかなってとこですね、はい、ありがとうございます。価格に関してはちょっと今あのイベント前に、ね、はい、取らせていただいてるんでちょっとこの辺に出てるかと思いますんで、あとはもしくはねあの明日までイベントやってますんで、はい、幕張でやってますんで行っていただければもう確実に出てますんで、またその時はいろいろ村井さんに相談していただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。村井さん、なんか最後視聴者の方に一言アピールしたいことあれば言ってください。そうですね、この車もお客様の声を反映して作った車になってるんですけれども、はい、いろいろとお店に来ていただいて、はい、お客様の声また聞かせていただけたらと思うんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。普段は厚木店の方にいらっしゃるんで、はい、 お店の方にもね、はい、来ていただいてもいいんじゃないかなと思います。でダイレクトカーズさんの詳細に関しましてはあの概要欄の方にホームページであったりあと YouTube のリンク貼らせていただきますんでそちらからもいろいろご確認ください。はい、そうしましたら今日の動画良かったよという方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。いやー寒い中ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。